茶の湯とはただ湯を沸かし茶を立てて飲むばかりなることと知るべしって言葉です。お湯を沸かしてお茶を立てて飲むだけのことなんです。たったそれだけのことなんだけど、清めてあるきれいなはずのものをもう一回清める。茶碗だって洗ってあるし、それをもう一回清める。それは相手に対する思いやりですよね。で、そうしてくれることを客は見て、あ、こんなにも大切に扱ってくれてるんだなってありがたく思う。で、気持ちが一つになっていくわけ。それからこう一つのテーマに沿った物語が始まる。まず部屋に入るときは軸を見て、あ、今日はこんなテーマでこんな趣向でお席があるのかな。で、花を見て、あ、こんな花がもう咲き出したなっていうのを知り、釜を見て、あ、釜がよく起きてるな、おいしいお茶が立ちそうだなって言ってお客様は座るんです。日本の感覚っていうのは省略の美なんですよ。盛り込むんではなくて、削って削って、これ以上削れないっていうところに却下を見るっていうところが楽しみ方なんですね。だから、あの一輪の花の向こうに咲き誇る姫沙羅の木を想像できたら最高なんです。竹ヨーヨー清風を起こす。あ、暑い時期になってきたから涼しげな風を。もう昔はエアコンとかないじゃないですか。暖房もエアコンも空調がない中にいて、だからせめてイマジネーションで涼しさを感じるように、暖かさを感じるようにっていう工夫がそこに現れています。抹茶っていうものはですね、一番古い喫茶法なんです。で、中国で始まったんですけれども、もう本当に古い喫茶法で、中国でももうやめてしまったんです。今は抽出という形の飲み方しかしてない。煎茶にしろ、ウーロン茶にしろ、紅茶にしろ、コーヒーにしろ。で、抹茶っていうのは茶葉を粉末にして攪拌して飲むという本当に原始的な飲酒法なんですよ。それがなぜ残ったかっていうのは、茶道という形を取ったからなので、私たちがやめてしまったらこの古い喫茶法がなくなってしまうんですね。ないところに物を見るなんていうのは日本的な考え方なんですよ。空白に物を見るってとっても日本的な考えで、絵画もびっちり描くんじゃなくて墨絵のように空白にないものを見るっていうことを、感覚を知ってもらいたい。まどろっこしいような所作でも本当に合理的に考えられて無駄が全くない動きなんですよ。こうやって締め切った中で、外界から遮断された中で自分の中にずっと入っていくって、瞑想みたいなものの世界をもっと楽しんでいただけたらいいかなって。深みっていうのかな、本当にね、自己探求なので楽しいです。で、哲学でもあるし、だから若い人たちにこういうことに誇りを持っていただいて、形を覚えるだけではなくて、そこに乗せていった昔の教えみたいなものを探求していっていただければいいかなと思います。